今、兵庫県内で特殊詐欺が急増しています。固定電話から被害に遭う方がほとんどです。特殊詐欺被害防止の官民一体の施策として、NTT 西日本では相手の電話番号を表示させる、番号非通知には番号通知を依頼するガイダンスを流すという機能を70歳以上の高齢者に無料で提供するサービスがあります。その他の電話会社でも同じようなサービスがあります。詳しく知りたい方はお近くの交番、駐在所、もしくは南田島警察署生活安全課までお問い合わせください。矢部市内から特殊詐欺被害をなくしましょう。